皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組アイウェーブ松阪です。さて、リバーサイドチャクラを発着点とした第15回ジョギング大会 in チャクラが10月30日に開催されることに合わせて、現在参加者を募集しています。3年ぶりに開催されるこのジョギング大会は、2キロフェアジョギングと3キロのコースで構成されています。参加料金は1000円で、参加者全員に飯南高校の生徒がデザインしたオリジナルタオルが配布されます。また大会当日には、その日の衣装が輝いていた人に贈られるチャクラコスプレ賞や、競技後に松阪牛などが当たる大抽選会が行われる予定です。申し込みは9月30日までとなっています。皆さん、お気軽にご参加くださいね。それでは今回のラインナップです。松阪市の医療機器メーカー6社で人や技術の交流を図る松阪メディカルメンバーズの発足式が行われました。三重松阪マラソンの完走者に贈られるフィニッシャーメダルの完成報告会が行われました。インラインスケートの全日本選手権が松阪市総合運動公園内にあるスケートパークで開催されました。現在、本居宣長記念館では秋の企画展としてディスカバー宣長が開催されています。